こんばんは、速稼塾の久保です。神童花屋リョーマシリーズも110話を超えてですね、前回、コンテンツをお送りしたんですけども、速稼塾ありがとうっていうテーマでね、動画が上がったなと思って見たら、なんかオンライン飲み会に来てくれたからありがとうっていうことで、ちょっと肩透かしというかね、あんまり、役に立たなかったかなと思いますね。まあ初めてちょっとね、何もない動画が来ちゃったかなと思うんで、ちょっとこの辺で休憩しましょうかね。今日は以上でございます。飲み会楽しめてよかったじゃないですか。じゃあ、そうですね、失礼します。